リンリンとアコは最強コンビだよ。すごい、こんなに早くクリアできるなんて。前回のメインクエストで超レベルアップしたおかげかな。それもあるけど、アコちゃんの気迫が違ったよ。使えるアイテムやスキル全部使い切る勢いだったし。当たり前だよ、今日絶対クリアしたいって思ってたから。そういう気持ち大事だよね。うん、ライブのこともこんな風に進めばいいのに。え？アコたち事務所に入ってプロになったけど、そんなに変わらなきゃいけないのかなって思ったんだ。持ってるアイテムもスキルも全部使って全力で挑む、それがロゼリアでしょ。たくさんの人が関わってるからしたいライブができないとか、そういうのなんかモヤモヤする。本当は春美さんやスタッフのみんな、それにレーベルの人たちだってデバフになるようなものじゃないじゃん。本当はアコたちを支えてくれる超超強力なバフのはずだもん。アコちゃん、アコはしたいな、お客さんと語り合うようなライブ。瀬戸利、前回と同じでやろうって言ってたけど、なかなか決められないね。アンコールくらいは変えたい気もするし、ロゼリアらしく終わりたいって気持ちと私たちの進化を見せたい気持ちがごちゃ混ぜになって、私たちがするべきライブって結局どんななんだろう。コホン、ちなみにユキナはどう思う？ん？何か言ったかしら。もう今絶対聞いてないと思った。ごめんなさい、最終公演のことを考えていたの。私もその話してたんですけど、やっぱりユキナは観客と語り合うライブがしたいんだよね。そうね、したい気持ちはある。ただ全国ツアーの最終公演でやるべきことではないというリサたちの主張も当然だと思うわ。それなんだけどさ、私もやっぱりちょっと悩んでて。そうなの？うん、だから瀬戸利は今のままで行こうって言い切れないんだと思う。頭ではプロとしてやるべきことは分かってるんだよ。でも考えれば考えるほど、ユキナの言う種を無視していいのかなって。子供の声？楽しそうな歌声ね。だけど、なんて曲だろう。さあ、もしかしたらあの子たちが作った曲かもしれないわ。そうかも、あの子たちも将来バンド始めちゃったりして。ねえ、私たちもあんな風に見えてたのかな。あんな風に？ほら、私とユキナとユキナのお父さんの3人でセッションした時。うん、大好き。そうかもしれないわね。セッションしてるといつもあっという間に夕方になってたよね。ユキナのお父さんがそろそろ帰ろうかって言っても、この曲が終わったらってなかなか聞かなくてさ。ええ、この曲が終わったらを数えきれないほど繰り返していたわ。終わる終わる詐欺もひどかったよね。でもそれくらい夢中だった。さっきまで難しい話をしてたけどさ、私たちが音楽をする理由って変わらないよね。この公演から始まってバンドを始めて、フューチャーワールドフェスに出て、
メジャーデビューして全国をツアーで回って、遠くまで来ちゃったような気もするけど、結局理由は変わらないんだよ。リサ、あれ、あそこにいるのユキナ先輩じゃない？あ、ほんとだ、リサ姉妹で。おーい、ユキナさん、リサ姉。アコに富山さん。